2012年ロンドンオリンピック。2012年ロンドンオリンピック。2012年ロンドンオリンピックは、2012年7月27日から8月12日までの17日間、イギリスのロンドンで開催されたオリンピック競技大会。204の国と地域から約1万1000人が参加し、実質19日間、開会式に先立ち男女サッカーの一部試合が、 行われた2日間を含むに26競技302種目が行われた。一般的にロンドンオリンピックと呼称され、ロンドン五輪と略称される。2005年7月6日、シンガポールで開かれた第117次 IOC 総会にて、パリ、ロンドン、ニューヨーク、モスクワ、マドリードの5都市の中から、開催地を決定する投票が行われた。 1>, 1回目の投票で過半数を獲得した都市がなかったため、最も票の少なかったモスクワが落選。2回目でニューヨーク、3回目でマドリードがそれぞれ落選し、4回目の投票でパリを破ったロンドンが史上初となる3度目、中止となった1944年も開示に加えるため実際は4回目の夏季オリンピック開催地に選ばれた。204の国と 地域からそれぞれの国内オリンピック委員会による選考を通過した選手が出場した。そのうち全競技を通じてメダルを獲得したことのない国が80カ国、一度だけメダルを獲得した国が20カ国ある。また NOC のない国地域の選手も独立参加選手団として4名が参加している。以下は少なくとも1名以上の選手を今大会に。 出場させることを決定した OC の一覧である。2012年6月25日時点で出場資格を持つ選手を少なくとも一人以上有している国及び地域の数は197ある。実施競技見直しについての詳細は第117次 IOC 総会を参照。第117次 IOC 総会で実施競技見直しが審議され、 野球とソフトボールの除外が決定した。また、ゴルフ、空手、七人制、ラグビー、ローラースケート、スカッシュのいずれかと、上述に競技との入れ替えよる、新規採用も審議されたが、空手とスカッシュが候補になるものの、オリンピック競技としては認められず、結果として、新規採用も見送られた。このため、二0十二年ロンドン大会では、前回の北京大会からに競技減少し、 以下の26競技が開催された。サッカーは、イギリスのオリンピック委員会が、国際競技団体として統一イギリス本土4、協会の代表の組織を承認していないため、ただし、国際オリンピック委員会、IOC は、イギリス海外領土のバミーダ諸島、イギリス領、バージン諸島、ケーマン諸島の3地域の国内オリンピック委員会を認可している、イギリス本土において、 国際サッカー連盟 FIFA に加盟する A 本土4協会イングランドスコットランドウェールズ北アイルランドが一体となった統一イギリス代表としてエントリーすることも検討されたがイングランド以外の A 本土3協会が協会の独立性が失われるとして1位イギリス代表の不参加を主張一旦は統一チーム結成は断念しイングランド代表の単独チームが イギリス五輪代表として出場することになっていた。しかし、イギリスオリンピック委員会を中心として、調整をした結果、統一チームの結成で合意した。なお、イギリスとしての逸話サッカー出場は、今回のオリンピックで、男子は12回目、非公式種目時代も合わせると13回目、女子は初となる。過去出場した男子チームは、チーム名こそ、イギリスだったが、中身は、 イングランド単独チームであった。枠内の数字は試行競技数。公式な最終スケジュールは2011年2月15日に発表された。なお、日付はイギリス時間である。大会日程全競技終了時点。1948年大会以来64年ぶりの開催となるため、大会会場及び選手村の大部分は市街地の再開発地域を割り当てられ。 大半の施設が新設となった。2012年ロンドンオリンピックでは、下記のロンドン以外の都市で一部の競技が開催される予定。これまで、イスラム教の会議に基づき、男性しか出場させていなかった、サウジアラビア、カタール、ブルネイが女性選手を派遣することになり、オリンピック史上初めて全ての国、地域から女性種が参加できる大会となった。 参加標準記録を満たせなかったなどの理由で、女性選手が参加しない2チームを除く202の国と地域が女性選手を派遣したが、男性が出場しない国、地域もあった。また本大会はボクシングで女子種目が新たに採用され、主要種目の新体操とシンクロナイズドスイミングを除き、全26競技で男女の競技が実施された。 新体操とシンクロナイズドスイミングでは女子種目のみが採用されており男子の参加は果たされていない。ちなみに男子新体操は日本発祥の競技であり2000年頃から国際化の取り組みが始まった。2012年ドンドンオリンピックの開会式は映画監督のダニー・ボイルが演出を担当しテクノバンドアンダーワールドが音楽監督を務めた。テーマは 驚きの島々、ザイルズ・オブ・ワンダー。午後8時58分から約2分間、ボイル監督と BBC 制作によるフィルムが流される。グロスタシャーの昔の農村風景と現在の英国の生活イメージが英国の歴史を辿るように交互に流された。やがて2012年のロンドンになり、リアルタイムのオリンピックスタジアム映像へと繋がる。 スタジアム内で風船を持った子供たちが映り、その風船には10から1の数字が書かれ、カウントダウンと共に割れてゆく。現地時間午後9時を迎えると、ブラッドリー・ウィギンスにより、オリンピックベルが鳴らされ、セレモニーの開会を告げた。競技場には、中世の存落が復元され、当時の衣装を着た俳優らが登場。次第に、産業革命を経て、 近代の都市に変わる様子が演じられた。イザムバード・キングダム・ブルネル役のケネス・ブラナーが、ウィリアム・シェイクスピアのテンペストの一節を読み上げると、産業革命の象徴として、巨大な製鉄所の煙突が登場し、タイヤ職人らが赤く熱せられた鉄を打ち、巨大な環状の鉄骨を精錬した。それらが高く居上されると巨大な五輪となり、花火を降り注いだ。 スタジアムの電光掲示板にフィルム映像が映し出され、エリザベス女王がタキシード姿の東大ジェームズ・ボンド、ダニエル・クレイグにエスコートされながらバッキンガム宮殿を出てヘリコプターに登場。ヘリがスタジアムに向かって離陸、飛行する映像が流されると、ジェームズ・ボンドのテーマがスタジアムに流される中、上空にヘリが開い、女王とボンド、いずれもスタントマンが ヘリから飛び降り、ユニオンフラッグがプリントされたパラシュートでスタジアムに降下した。ジェームズ・ボンドにエスコートされた空飛ぶ女王陛下の演出に監修が驚く中、エリザベス女王本人が貴賓席に登場した。その後イギリス国旗が入場し、聴覚障害の子供たちが手話によってイギリス国家を合唱する中、国旗が掲揚された。小児病院のシーンでは、 冒頭にエクソシストのメインテーマ等をマイク・オールド・フィールドが演奏。子供たちが就寝後、ハリー・ポッターシリーズの原作者である J.K. ローリングがピター・パンの一節を朗読。そこからフック船長、ボルデモート、ハートの女王、クルエラド、ビル、ボンバースト男爵といった悪役が登場する。怖がる子供たちのもとに、 傘を差しメリーポピンズに噴した女性たちが空から登場。悪役たちを追い払う。それからサイモンナトルとロンドン交響楽団によるバンゲリスの炎のランナーの演奏が行われたが、そこへローワン・アトキンソン演じるミスター・ビーンがシンセサイザーを演奏する形で登場し、演奏の傍ら形態をいじったり階層に吹けるなど、コミカルな姿を見せ、観衆を笑わせた。 この後3カ国の選手団の入場行進が行われた。入場時には各国プラカードと共に国名の入った同性のカップ、花びらを模しているが運ばれ、競技場の中央に並べられた。セバスチャン公組織委員会,会会長とジャック・ロゲ、IOC 会長の挨拶、開催国の元首である女王への開会宣言の要請が行われた。この要請を受け、 王杯のエジンバラ公フィリップと同伴で、エリザベス女王によって、私は第30回近代オリンピアードを祝し、ここにロンドン大会の開会を宣言しますと、開会宣言が行われた。エジンバラ公は、オーストラリア女王である女王の名代として、メルボルンオリンピックの開会宣言を、エリザベス女王は、カナダ女王として、モントリオールオリンピックの開会宣言をしており、 互いに二度目の開会宣言となった、夫婦揃っての開会宣言は書。その後、オリンピック旗が入場し、アトランタオリンピックの聖火転火者で、パーキンソン病患者のモハメドアリも登場。オリンピック参加が演奏される中、旗が掲揚された。式典のここまでは一貫してはいるものの、通例となっている、歴代開催地の紹介が省略されているのは、前回大会と変わりない。 聖火はデイビッド・ベッカムが舵を取る船でテムズ川から競技場へと運ばれ、スティーブ・レッドグレーブに手渡された。聖火台への点灯は過去イギリスで、花々しい成績を残した選手から指名を受けた7人の10代のアスリートによって行われた。競技場の中央に長い棒の先がカラーの花のようになったトーチが参加国の数の204本。 先端には前日の国名の入った花びらを模した同性の角が取り付けられている。閉幕後は各国のオリンピック委員会に送られる放射状に設置されており、それらに点火すると自動的に立ち上がり始め、すべてが垂直に起立すると一つの巨大な聖火台を構成した。これら一連の式典が終わると、ポール・マッカートニーが兵、柔道などを歌い、開会式に花を添えた。 聖火台が競技場の中央、フィールド部にあるため、陸上競技の種目が始まる直前の2012年7月30日に、競技場南側スタンドの上部に移設され、1948年に、続き今回も聖火ランナーを務めた、オースティンプレイフット、オースティンプラフットにより再展開がなされた。二千十二年ロンドンオリンピックのマスコットとして、ウェンロック、ウェンロック、 ロンドンパラリンピックのマスコットとして、マンデビル、マンデビールという2体が2010年5月19日に発表された。ウェンロックは1850年から近代オリンピックの前身となるスポーツ競技会、ウェンロックオリンピックが開催されているイングランド、シュロップシャーにある、ウェンロック、マッチインロックにちなんで命名された。2体ともマンチェスター郊外のマチボルトンの鉄工所の鉄くずから、 生まれたとされ、目はカメラになっており、頭にはタクシーランプがある。裏はイギリス出身の芸術家、デビッド・ワトキンスによるデザイン。大会ロボとテムズ川をイメージした太い曲線、放射状に多数の細い直線が配置された。表は2004年アテネ大会で76年ぶりに一新され、2008年北京でも採用されたパナシナエコスタジアムから飛び立つ 2K。 ギリシャ神話の勝利の女神のデザイン。重さは375から4 0 0ムで、下記五輪市場で最も重いという、直径8 5ト、mm、ル、厚さ7ト、mm、ル、完成しないロンドン島に運ばれて保管され、7月2日に全4700個のうちの最後の2個が届けられた。表彰式では、メダルと共に小さな花束も贈呈された。 この際のアシスタントとして男性も起用されたのは本大会が初という。また表彰台と制服はロイヤルカレッジ・オブ・アートの学生らによデザインだった。表彰式では映画炎のランナーのチャリアッツ・オブ・ファイアが流された。イギリスでは BBC が放送。アメリカは NBC、カナダでは CTV、日本では日本放送協会、NHK と 日本民間放送連盟によるジャパンコンソーシアムで放送された。国際映像は全競技、全種目が画角16、9の HDTV、ハイビジョンで制作され、日本ではテレビの完全デジタル化後初めての大会となった。ただし、スコアや選手名、英文表記などのテロップは、他の国や地域で画角4、3SD 放送を行っているところがあるため、4、 三画面に合わせた位置となっていた。これはロンドンパラリンピックでも同様のフォーマットが用いられた。今大会の映像を放送事業者が次局の番組で使用する場合、一番組につき合計三分間までの制限がある。なお、今大会は日本放送協会とオリンピック放送機構 BBC の共同によるスーパーハイビジョンのパブリックビューイングが日本、 イギリス、アメリカの三国で実施された。またシンクロナイズドスイミング競技の国際映像では NHK が開発した水面合成カメラツインズカム、水上と水中で撮影した映像を水面を挟んだ一つのスムーズな映像に合成する機材と技術が活用された。今大会ではインターネットやソーシャルメディアの利用について細かな規約があることが報じられた。 規約では、観客が会場内で撮影した画像のアップロードを禁じている。これは、競技だけでなく、自分を撮影した記念写真なども対象になるという。また、選手に対しても、選手村内の画像のアップロード、無許可の関連商品についてのブログ記事、試合に関連するツイートまでも、禁止対象となっている。このか、オフィシャルスポンサー以外の企業には、 オリンピックスという単語の使用した宣伝を禁じるだけでなく、ロンドンや2012など今大会を思わせる単語を組み合わせた宣伝も禁止するとした。また、競馬では2012年にイギリス国内で競争場登録され命名された馬にはオリンピック及びパラリンピック関連の場名を付けることが禁止されている。イギリスオリンピック委員会とロンドン五輪組織委員会は マーケティング収入の分配をめぐって対立し、2011年3月現在、IOC が仲裁に入る事態になっている。テロ対策として、住宅地を含む会場周辺に地対空ミサイルを配備するというイギリス国防省、モットの計画に対して配備対象となったマンションの住民らが、事前に適正な説明が行われず、人権外だとして、 ミサイル配備差し止めを求める提訴が起こされたが、強力な抑止力になるとして退けられている。ロンドン中心部、リージェントストリートは、開幕を直前にして、中国政府の不況を買わないよう台湾国旗を撤去した。リージェントストリートの担当者は、イギリス外務省による圧力がかけられることを認めている。オリンピック委員会はこの問題における責任を回避した。 本大会の開催期間は、イスラム教では断食の義務、ラマダンを行わなくてはならない時期であり、本来の力を出せないと、イスラム国家のオリンピック委員会から抗議の声が上がっていた。これについてはエジプトにおける宗教権威であるウラマーが、ロンドンにいる以上は旅行者なのでラマダンをしなくてもよい。 という見解を出したため問題はひとまず沈静化したが一部の経験な選手は自主的に部分的あるいはならマダンを完璧に行おうと努めたまた女子柔道においてヒジャブの着用を認めることを求めるなどオリンピックの国際化が引き起こした諸問題を象徴する騒動となっている8月10日に行われた男子サッカー競技3位 決定戦の日本対韓国戦の試合終了後に、韓国チームのミッドフィールダーの僕、昭友、パクジョンウが、ハングルで、ドクトヌンウリタン、ドクシマは、我の領土と書かれたプラカードを掲げて、サッカー場を1分間ほど駆け回るパフォーマンスを行った。IOC と FIFA の検証と規定により、大会における出場者の政治的主張は、厳重に禁止されていたため、この件について、 IOC と FIFA は正式な調査に入り、IOC は暫定的な処分として、僕を表彰式に出席させないよう大韓体育会、こっちに要求した。これにより法は表彰式に出席できなかった。表彰式が終了した後も調査は継続中で、正式な裁定は下されておらず、法に対する銅メダルの授与も保留されている。これらの IOC の動きに対してこっちは、 事前に計画されたパフォーマンスではなく、偶発的な行動であるという言い訳をしている。なお、独当パフォーマンスの14時間ほど前には、韓国の李明弘大統領が、現役大統領としては初めて竹島に上陸し、これに対して、日本政府が、中間日本大使の武藤正都氏を、即日召喚、中日韓国大使の新学、応変に、多摩州、新学スを、 外務省を呼んで厳重に抗議するなど大きな政治問題となっていた。その後2013年2月12日に IOC は保留していた銅メダルの授与を決めた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。